今ランダムモードで普通に動いています。で、まあ、操縦しながらあのセンサーを駆使して、周りの状況を見ていきます。これであんまりものがないなっていうのが分かったら、そうですね、はい、はい、多分今気づいたと思います。で、中央に戻ってそこでこうスパイラルを操作、渦巻き状に工場することで、まあ、こういう広いスペースでも効率よく揺り潰すという走行ができますので、ある程度広いところでも対応できるという工夫がされております。はい。